しかし、それが私の三角刀の能力だ。なお進み罰という、一度攻撃した箇所に印をつけ、同じ箇所を攻撃することで相手は必ず死刑と終わる。どんなに屈強な男でも、私とスズメバチの前では赤子同然よ。命乞いをしろ、涙を見せろ、頭のこの姿こそが私の生きがいだ。たわいもない。絶対王者、降臨、泣きわめくがいい。この私と同じ戦場に立ったすべての敵よ。これは、レオンの英語か。確かに強者ようだが今更感か。ちょっと待て、英語ってこんなに方針長かったか。お、いいところに気がついたじゃないか。その通り、この子はこれまでのレオパルドとは異なる全く新しい新車両。まずはその辺の解説といこうじゃないか。レオパルド 2A6、バージョン 2.01 アップデートでドイツ3の最後に追加された最強の量。見た目はレオパルド 2A5 と非常によく似ていますが、主砲が44口径長から55口径長のものへ変更されており、攻撃力が大幅に向上しています。とまあ、一言で言ってしまえばこの子の特徴はそれだけなのですが、それじゃあまりに味気ないので、脈々と続くドイツレオパルド2シリーズの中で、この子がどういう位置づけにある車両なのかを見ていきましょうか。時は1970年代後期、レオパルド2戦車を実用化し、傑作の A4 で一旦の区切りとなったレオパルド2シリーズ。しかし来るべきソ連との全面対決においてはこれだけでは不十分と考えたドイツは、さらなる新型 MDT の開発へと着手します。レオ2の車体に背負い式の砲塔を搭載する計画や駆逐戦車のような見た目に大砲2本搭載してみたり、まあとにかくあれこれ凄まじいものが計画されていたそうな。しかし1980年代後半、ゴルバチョフがソ連の新たな書記長となると、ドイツとソ連の関係性にも改善の兆しが見えてきました。そのためわざわざ高いコストがかかる新型 MDT を開発する必要はもはやなくなり、既存のレオ2の近代化改修を行うことで戦力の増強を図る方向へとシフトしていきます。かくしてドイツ新型 MDT が昆虫王者ムシキングによる危険性は未然に防がれたわけです。ゴルバチョフナイスですね。さて、レオパルド 2A4 への近代化改修のプランは3つ用意されていました。KWS と呼ばれたこの計画のうち、KWS1 は火力向上のため55口径長の120ミリ砲を搭載するプラン。KWS2 は装甲、特に砲塔前面の防御力を向上させるプラン。そして最後の KWS3 は140ミリ砲を搭載し、さらなる火力強化を図るプランとなっていました。ドイツ陸軍は既存のレオン A4 に対して、防御面で不安があるという認識を持っており、改修はまず防御力の向上を目指す KWS2 が最初に実施されることになりました。こうして KWS2 の改修が実施されたのがレオパルド 2A5 になります。無事に防御力の向上を果たしたレオパルド2の次なる目標は火力の向上。来たるべき新型戦車を相手取るには既存の火力では力不足なのは明白でした。さて、問題は55口径長 120mm 砲と 140mm 砲のどちらを搭載するか。当時、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツの間では次世代 MDT の飛行は 140mm 砲で統一しようという協定が結ばれていました。まあ十中八九アメリカがやりたいって言ってご利用した案にも思えますが、何はともあれ、そんな協定があったものだから当然レオパルドに搭載されるのも 140mm 砲になるだろうと言われていました。しかし既存の 120mm 砲と比べ、サイズも重量も大型な 140mm 砲、当然弾も人力で装填できるような代物ではなく、必然的に自動装填装置の導入が必須となります。砲塔の設計を根本的に見直す必要が出てくるため、コスト高騰の問題もついて回ります。さらに冷戦が終結したことでレオ2が戦車戦へ投入される可能性は著しく低下しており、莫大なコストをかけてまで 140mm 砲を搭載する必要性はなくなっていました。結果、レオ2へ新しく搭載する飛行は KWS1 の55口径長 120mm 砲となりました。かくして55口径長 120mm 砲を搭載したレオ2はレオパルド 2A6 として正式採用されることとなりました。さて、ここまで見てもらえばわかる通り、いくつも型式のあるレオパルド2シリーズは全て A4 から回収したものです。新規で設計生産された戦車ではないという点だけ覚えておくようにしましょう。A6 の開発時は以上。あ、そうだ。ついでにベースになった A4 と改修型の A5、A6 の見た目の違いについても解説しますか。A4 と A5、A6 の見た目上の大きな違いはやはり砲塔でしょう。砲塔前面に特徴的な鎖型増加装甲、通称ショト装甲があるか否かですね。しかし最近生放送とか動画のコメントでもちらほら見かけるのですが、どうやらこのショト装甲は A4 の砲塔にポン付けしただけで、脱がせば中身は一緒だと思ってる人が結構いるようです。残念ながらそれは間違いです。A5、A6 の砲塔は A4 からデザインが大幅に見直されています。こちらの画像を見てください。これはショト装甲を外した状態で展示されているレオ2の砲塔。赤く印をつけている部分が飛行の穴と防準になります。A4 と比較して随分と防準が小型化しているのがわかると思います。A4 の防準は面積が広く、構造上装甲もそこまで硬くできないので弱点となっていました。この問題を克服するため、A5、A6 の砲塔では防準の小型化が図られています。続いてはショト装甲を取り付けるにあたっての変更点。A4 では砲塔前面右側に埋め込む形で砲手用の複合照準器が設置されていました。しかし砲塔前面にショト装甲がつくのですから照準器が隠れてしまいます。そのため A5、A6 の砲塔では照準器の位置が砲塔上面へと移動しています。そしてもう一箇所、ドライバーのハッチ。
こちらも A4 では跳ね上げ式のハッチになってましたが、初と走行性干渉してしまうため、電動式のスライドハッチ性と交換されています。わかりやすい見た目の違いは以上ですかね。他にも細かいところが色々あるんですが、さすがに全部説明してるとキリがないので割愛。最後は皆さんが一番気になっているであろうゲームにおける車両性能。史実でも話した通り A6 は A5 の飛行を55口径長120ミリ砲で乾燥した方なので基本的にそれ以外の変更点はなし。問題の火力がどれくらい伸びてるかが焦点ですね。まずは A5 で最強の砲弾だった DM33 で比較。砲身が長くなったことで初速が向上。最高貫通力が481ミリから496ミリで向上。全体で見ると10ミリ程度の貫通力向上ですね。案外そんなもんなのか。そう、思ったほど伸びはしないのよね。しかし心配するなかれ、A6 の真骨頂は新砲弾にあり、新たに追加された DM53 の貫通力は、なんと驚異の652ミリ貫通。これは APK 砲弾としては文句なしにゲーム内最高の数値。ついにアリエテとかを超える砲弾が来たんやなって。勝ったな、風呂入ってくる。いやでも待てよ、アリエテって確か L44 と同等の飛行だったよな。そうだね。そのアリエテが最高625ミリ貫通で、L55 のこっちが652ミリ貫通、なんというかこう。案外そんなもんっていう感じか。実はそうなのよね。アリエテの砲弾が DM53 と同等の砲弾だとするなら DM33 の時と同様、毎秒50メートルほど初速が向上した分程度しか貫通力が上がってないことになるね。砲身が 1.3 メートルも長くなったのに、初速自体はそこまで速くならないって考えるとちょっと拍子抜けな感じはあります。しかし重要なのはドイツにもついに念願の600ミリ超えの砲弾が来たということではありませんか。しかも A5 時点で強車両とされてたレオパルドに来るなんてね、DM33 と比較すると大幅に貫通力が上がってるため、貫ける対象もかなり変わってきます。例えばチャレンジャーに、ルクレール、D72B。この辺りは車体走行が500ミリ台なので、600以上の貫通があればある程度角度があっても比較的安定して抜くことができます。アリエテと比べてどうなんだ？確かあいつは D80U を抜くことができるってので話題になってたと思うが。残念ながらアリエテが抜けない敵は DM53 をもってしても抜けないことの方が多いね。例えば D80U、車体正面下側であればコンタクト5込みで600ミリぐらいなのでアリエテ、DM53 ともに抜けるけど、上部になると角度のせいで700ミリ超えてくるので、そもそも600ミリ台の砲弾じゃ話にならないってことだな。正面下側についてもギリギリ600ミリ走行のところをギリギリ抜いてる感じなので角度がつけばすぐ抜けなくなるし、実戦で安定してこの辺抜いて倒せるかと言われると決してそんなことはないね。 DM53 になろうともソ連のこの辺のカッチカチ MDT たちはしっかり弱点狙ってく必要がありますね。さて攻撃力の解説は以上。続いては防御力についてはまんま英語のままなので細かな解説は不要でしょう。砲塔正面、砲順以外の箇所は相変わらず鬼のような硬さを誇っており、場所によっては1000ミリ近くなります。数値だけ見ればソ連 MDT をもう上回ってます。もちろんゲーム内にこれを貫けるのは誰もいません。打って変わって車体については一番硬い部分でも450ミリ程度とこのランクでは心もとないです。一応格下の砲弾程度なら比較的安定して防げますが、同格ともなるとスポスポです。開発系以上仕方ないのですが、A6 兵の進化段階でこの弱点をそのままにしてしまったのはもったいないですね。史実では装甲材の入れ替えで硬くなったとかって話も聞かないわけじゃないので今後に期待ですね。ともう8分か。長々と解説しちゃったけどさっさと試合見せろって話ですよね。それじゃあ試合に行こう。なんというかこう、もともとかなりの強車両だった英語に最強の攻撃力追加して名実ともに最強の戦車って感じなのはよくわかるんだけど、ところどころでもっと声欲しいなって感じもするこね。例えば攻撃力とか、せっかく L55 に換装したのに L44 からの伸び自体はそこまでないってのだなんかね。巷では DM53 を L55 で発射した場合の威力は 2000m で 800mm 貫通超えとも言われてたからね。期待してたよりは随分低かったな感は否めない。ちなみに DM53 を L44 で撃った時の威力は 600mm 前後ってのが通説だから、こっちはゲームと一致するのよね。まあ本当に 800mm 貫通で来られてもゲームがぶっ壊れるからこれでちょうどいいっちゃいいんだろうけどさ、英語が 481mm 貫通だったんだから次来るとしたら 500mm 台かよっても 600mm 台だろうって予想は当たってたかなって。あ、そうそう、そういえばちゃんと言ってなかったけど今回の動画からアップデートのバージョン 2.01 環境です。どうですか、見てくださいよこの空、光の感じ、そして湿度を感じる空気感。先生、白黒で何にも見えません。心の目でよく見てみろ、そうすれば見えてくるはずだ。それよりも周囲の状況だが、ふーむ、見事に誰もいないや。いつもなら C の外側に行こうとする敵が数人ぐらい見えるんだけどな。おっと、ようやく出てきたか。エイブラムスだな。あの動き、多分こっちには気がついていないと思うが、しかし頭上部だけ出されて狙いにくいな。照準を置いておいてもう少し様子見するか。他に敵は、あのエイブラムス他の味方からも撃たれてるのか。そのまま引いちゃうかな。む、敵が D に入った。敵3中央攻めか。で、エイブラムスで撃ってやん。命中、MKH 撃破、綺麗に首元刺さったな。そしてこちらは損害なしっと。やはり頭出しのレオ君は硬いね。まれに防順ぶち抜かれて死ぬことあるけど、それはまあ運がなかったとしか言いようがないだろ。それよりも全然敵がいない。みんな中央に行っちゃってるせいでこっち側すっごい暇だな。さっきのエイブラムスみたいに俺と打ち合ってくれるガッツのある敵はいないのか。中央の B から出てきた敵が見えてる。狙えるかな。
ロードとオチカの裏みたいだな。いるのはわかるんだガウデン、もう少し場所ずらしてみてどうだろう。なんか他の味方からも撃たれてるみたいだな。おっと、逃がさんぞ。そこだ。お、命中。しかし遺体だけかい。あとほんの1秒タイミング遅ければ弾薬命中だったのに。あ、くそ。車体のむっかえられた。ちょうど老人腰だし、狙えるかな。命中。後頭に刺さって閉鎖器は潰せたか。でもあれ T80B じゃないかな。さすがに後頭ぶち抜いて倒すのは無理だぞ。天板もダメか。後手席がちょうど反対側だ。ならば少し下げて首元か車体を。手前の両線に当たるか、少しだけ上に修正して。そこだ。まあいいだろ。遺体切った最初の一撃が決定打にはなってたし。お、さっきの丘にまだいるっぽいな。この辺かな。2回連続ラッキーショットとはいかんか。そしてあの木が邪魔だな。ちょうど敵が隠れて見えん。とはいえわざわざ DM53 で撃つのもな。倒れるかわからんし。さっきのエイブラムス間に合うか。よし、エンジン止めた。しかしなんとも微妙なところで止まったな。あの感じだと多分結しかはみ出てないぞ。燃やして殺せるかな。ちょっと怖いけど狙える位置まで乗り出して。ここだな。案の定微妙なはみ出方だな。なんとかエンジンに刺したいが、これでどうだ。あっと、狙いが引っ過ぎたか。少し上に修正して。そこだ。おっ、更新かよ。この距離で更新にピンポイントとは、やるな。狙ったわけではないんだろうな。これで足があかん。もう少し場所変えて。これでどうだ。お、いい当たり。初めからコースが良かったぜ。もう一発行くぞ。吹っ飛べ。車体はもう少し下だったか。でも旋回装置潰したし修理延長だな。で、あや動いてどっか行っちまったか。おっと、出てきた。カス当たり、逃がしちゃったか。味方も全体的に押されてるし、ここはしっかり仕留めたかったんだがな。で、ちょい待ち、他の敵いるやん。撃たれなくてよかった。あれ、消えた。あ、出てきた。こっちには多分気がついてない。あら、T72B だ。DM53 の威力思い知らせてやるぜ。おっと、T72B ですか。車体正面ぶち抜いてやったぜ。さす DM53。抜けるのは知ってたが、マジで T72B の正面ぶち抜いちまうとは。やはり652mm 貫通。だけじゃないぜ。おっと、敵がまた B から出てきてるっぽいな。狙えるか？試してみよう。思いっきり車体側面さらすことになるが。おっと、いるじゃん。さっきのエイブラムスか？浅いか。てかソ連戦車？俺はさっきまでエイブラムスを相手にしていたと思ってたのに気づいたらソ連戦車を撃っていた。頭がおかしくなりそうだが撃破できたからよし。T82 ですか？特労弾もちょうど切れた。チケットもそろそろヤバいし、我々も撃って出るぞ。撃って突撃だ。だだおいおい、あのヘリもしかして。やっぱり撃ってきやがった。急いで建物の壁に飛んで。で、建物壊れちゃったよ。観光程度で建物粉々にしてんじゃねえぜこの野郎。スモーク展開、急げ。よし、なんとか逃げられたか。鉄っぽい燃えてる。おま、弾薬庫か、紹介すげえ。くっそ、せっかく即応弾が何発か回復してたのに、全部おしゃかじゃねえか。許さん、絶対に許さんぞ。歯を食いしばれ、ピンタしてやる。やれ、じゃあ。落とされるのか、俺以外の役に。なんだろう、道歩いてたらおっさんの歩くタバコで火傷したみたいな。そんなやめてない気持ちだよ。ああもう、結局して戦線にも間に合わんかった。この気持ち、どうして切れようか。この気持ちはですね、そこにいる彼にぜひ受け取ってもらいたいと思います。自由個人に恨みはないだ、フットで。ABADS ですか。で、ちょい待ち、気づけば B 拠点取られたりやん。チケット残り少ないのに、急いで戻れ。お、そこだな。さすがにこっちには気づいてないやろ。突然行って、びっくりさせたる。そこだ。あ、緊急首振り返しに、ダメでした。ちょいちょい吉田さん、めっちゃチャンスだったじゃないですか。しっかり決めてくださいよ。てかこれ終わったんじゃね。相手105ミリエイブラムスだし、リロードくっそ早いわけだぞ。大ショット耐えて。うお、無傷だ。ならばこれで決まりだ。うち、IBM1 ですか。ここまで結構調子良かったのに盛大にガバったな。あ、そういえばさっきの IBM1 の攻撃どこに撃ったんだろ。一発目と同じエンジンに撃ってきたのかな。もしくは車体正面、だとすらさすがに隠した砲弾ぐらいはしっかり弾いてくれるってのが証明されたな。とりあえずリスからの車線が怖いからスモークして。てかさっきのエイブラムス付近にもう一人敵の反応があるのですが。うお、これか。むむむ。
ここだ。おっす、浅いか。座学様の方が今若干、あ、燃え尽きた。多分敵からはこっちの硬いところしか見えてなかっただろうな。味方が足止めしてくれた場所が良かったぜ。さて、気がっちゃ敵を押し返して全拠点占拠。勝ち確ってやつだな。ってなわけで6キル2足で。勝ちました。火力を生かしたロングレンジ。やっぱりこの手の車両にこういうマップは相性抜群ですね。途中途中もう少ししっかり仕留められればってのも多かったですけどね。あとは最後結構ガバって危なかったなって。このランク本当にみんな強いから気を抜くと一瞬で持ってかれるんですよね。気をつけなきゃな。さて、せっかく実装された念願のドイツ最強戦車なのにこの程度の試合だけでは皆さん満足するまい。ってなわけで2試合目行ってみよう。てなわけで第2試合やっていきましょう。今回は分け合ってリプレイからの録画。リプレイのバグで自分の車両のエンジン音が消えちゃってるせいで1試合目と比べて変な感じに聞こえるかもしれないけどご了承ください。そして今回は随分久しぶりだけど肉屋のジークさんと一緒に遊んでます。おっす、オラ肉屋のジーク。突然だけどジークのお肉屋さんからこの動画を見てくれてるみんなにお得な情報。注文の時に動画を見たというと対象商品 20% オフ。今週の対象商品は動画にちなんで120ミリウェイナー L55 盛り合わせ10本パック定価5000万円のところを今回特別に 20% ジークさん指定して報道した。俺のビジネスチャンス邪魔するんじゃねえ。人の動画で勝手にジャパネットするのやめてもらえますかね。何言ってんだい。これ喋ってるの俺だけど言わせてんのは動画編集してるお前だ。よし、この話はやめにしよう。うん、まったく、むしろリアル世界の生ジークに勝手に動画で特売しようとするなって怒られると。地下120ミリウインナーってなんだよ。ウインナーというより密会だろもはや。あれ、デカジークさんどこにいるの。マップ見ろ、逆サイだ。うわ、ほんとだって風切るじゃん。と、浅いか。いや、でも報酬やれてる。このまま仕留めろ。さっきから微妙に弾が後ろに飛べてばっかりだな。このランクの敵みんな早いんだぜ。うち、A90A 撃破。やはりこのマップの A 拠点は激戦区だな。すぐ隣から敵のエンジン音が聞こえてくるぜ。てか味方も結構溶かされてるしまずくね。味方が周りにいるだけいいだろ。こっちなんて完全ごっちだぞ。なんで誰も C 拠点来ないんじゃ。うわ、ほんとだジークさん完全孤立無縁じゃん。哀れすぎはロタ。ぶっ飛ばすぞてめえ。おこわこわ。てかこっちもまずい。後ろの味方が壊滅してな。一旦この中で様子伺うか。一番外側にいる味方が生きてるから敵は全員この工場群の中にいそうだね。そして AD 艦を抜けてくる敵もいなさそうだし。よし、一挙覗いてみるか。このエンジン音はエイブラムスか T80系。 T80 なら側面さえ取れれば一発なんだけどな。さてこの先だ。どうなってるかな。うお、出てきた。ちん、びっくりした。エイブラムスですか。うまいこと当たってワイファイでしたね。また弾が少し後ろにそれてたし、下手したらまたエンジンガチャ潰して反撃もらってるところだったぞ。結果倒せたんだからよしとしようぜ。っていうかあの状況で2頭に狙ってる暇なんてなかったんだから仕方ないぜ。まあね。うち、味方の増援も到着した。少し前に出るか。さっきの場所から回り込もう。ここは B からも車線通るから慎重に頭を出して。うん、クリア。お、本当か。間違いない。俺のゴーストがそう囁いてる。都会っていつもババイ着席でしょぼちんしてるのは誰だ。うるさいな。こういうのはある程度勢いが大事なんだって。ほら、味方が A の中にいる敵と打ち合ってる。今なら側面取れるかもしれないぞ。敵一人は吹っ飛んで、あとは。と問います。B に敵入ってるじゃん。ほぼほら、強引に突っ込んだせいでいきなりピンチだぞ。なんの、B にいる敵の姿は見えてないんだ。ってことは敵からだってこっちは見えてないわず。だとすりゃあとは早打ち勝負だ。あのスモークの中だな。狙っておけ。言われなくても。来ないな。さすがにご来場なさすぎやしませんかね。ほら行ったそばから。なんだお前か。 BMP3 撃破。 B の中にいたのはさっきのやつだけか。思ったよりもあっさりしてたな。それじゃあこの先で味方と打ち合ってる敵を撃ちに行きますか。どれどれ、どんな状況。おう、一人は死んでるか。もう一人いるな。どいまち、リスから一人出てきた。オーケー、メルカバ 3D 撃破。いい反応だ。かさすがに600ミリも貫通あるとメルカバのエンジンも関係なしにぶち抜いていけるんだな。エンジン突き抜けてそのままケツの弾薬庫まで行きやがった。ふっふっふ、ようやく BM53 らしくなってきたって感じだな。それじゃあ今度こそこの先にいる敵を狙いに行きますか。よし、撃ったな。一気に行くぞー。捉えた、吹っ飛べー。オーケー、エイブラムス撃破。なかなか沈みにくいエイブラムス側面からの攻撃でたやすくワンパンとは気持ちがいいな。これこの横にいるよな。エンジン音的に T80。 やっぱり、だが敵も撃った。今がチャンス。まずは砲筋を潰す。狙って狙って。あ、ももちゃんここで外す？すまん、更新は決めらったつもりだったんだがな。うわ、しかも味方食われまくってる。これは責任問題に発生するんじゃないですかね。いや、そもそもなんであの場面的の正面から突っ込んだんだよ。普通に回り込んだ方が早かったろう。それはまあなんていうか、動き出したら止まれない的な。お前はマグロかよ。まあ過ぎたことは忘れよう。バックアップ使って再出撃だ。
るじゃん。く、バカ。あたいか。だが敵の擬態も切った。しばらくは動けんだろう。こっちも急いで修理するんだ。その間に。おい、ジークさん聞こえてる？あん、どした？ XM1 と睨み合いになっちまった。手助けしてもらえないか？お、そういうことならすぐに向かうぜ。待ってな。やっぱりいるよな。XM1 の攻撃力自体はそこまでだが、さすがにこの状態から撃ちに行くと間違いなく側面撃たれるしな。おっと、XM1 が引いた？いや、回り込むつもりか。させないぜ、射撃用意。え？一歩でー。もう一度、XM1 撃破。あや、なんだ終わっちまったのかよ。せっかく助けに来たってのに。すまんな。敵が思ったよりもせっかちだったみたいだ。戦局は完全にこっちに傾いたな。あとはリスを抑えるのみか。一歩で、リス、運動しか出た。悪いね。でもこれ、もうスコア争奪戦になってるのよね。おっと、前から発砲炎。その陰にいるな。そのタンクの後ろ。見つけた。いけるか？思ったよりも車体が後ろにあったな。次は少し後ろめに。狙って狙って。そこだ。オーケー、エイブラムス出た。反対のリスは、大丈夫そうだな。ラーマルだと言ってるのか死んでるのか見分けるの難しいな。そうそう、特に最近は被害が残ったままになるように変更されたからな。ほら、あれなんてまるで言ってるみたいに。ってあれ言ってるやつじゃん。間に合え。ピコちゃんのエイムでした。うん、リス周辺ってのはこういう事故起きそうになるから怖いわ。さて、これ見ていよいよ敵全滅か。我々の勝利だな。てなわけで9キル1アシストですで。勝ちました。今回はうまいことキルが繋がった試合でしたね。序盤から中盤にかけての A 拠点の攻防でうまいこと生き残れたのが勝因ですかね。押村くはあの T80U をしっかりやれてればなって。更新じゃなく車体狙えばよかったなって。てなわけで2試合連続で A6 の活躍見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今現在ゲーム内の戦車の頂点に立ってる車両は間違いなくこの子ですが、現環境では昔と違って600ミリ貫通の砲弾でも抜くことができない敵が結構増えてますからね。ゲーム内最強の砲弾に満身です。今まで通りしっかり弱点を狙っていくのが大切ですね。とはいえやはり他の砲弾とは一線を画す砲弾なのは間違いなく、甘い角度でもズブズブ刺さっていく様子や、抜けた後のとんでもないパンチ力をお見せすることができたと思います。最強の戦車をぜひとも手元に置いておきたいというそこのあなた、ぜひドイツツリーの開発を頑張ってみてください。たどり着く先が最強と判明しているツリーの開発ほど面白いものはないわずです。それでは本日の動画はここまで。また次回お会いしましょう。だば。Yeah.